東京都荒川区にある小久という地域。ここは下町として知られていますが、1936年にある事件が起きています。阿部定という女性が不倫相手の首を絞めて殺害した事件です。愛の逃避行の末の殺人とあって、阿部定は当時世間の話題をさらいました。時は流れ、この町の東小久に菓匠きず屋という和菓子屋がオープンしました。経営していたのは、木津秀樹さんという方です。木津さんは腕のいい和菓子職人として知られていました。築50年、木造2階建ての1階にあった木津屋は、あんドーナツが名物。秀樹さんは朝から夜遅くまでお店に立ち、美味しい和菓子を近所の人たちに振る舞っていました。このお店の常連客だった70代の女性は、秀樹さんのことを誠実かつ実直、優しくてまさに職人さんという雰囲気と語っています。実際に彼はとても勤勉な人でした。和菓子だけではなく洋菓子の研究もしており、菓子作りに対して強い情熱を抱いていました。そんな秀樹さんのもう一つの顔は4人家族の父親です。妻と長女の桃香さん、長男の4人暮らしだった彼は大変子煩悩な父親でもありました。秀樹さんは特に長女の桃香さんととても仲が良かったようです。2019年頃、当時秀樹さんは43歳で、桃香さんは18歳。この年頃の娘は親とのスキンシップ、ましてや父親相手なら拒むのがほとんどでしょう。しかし秀樹さんと桃香さんはよく手をつないで近所を歩いていました。それを目撃した知人男性は、よくできるね、恥ずかしくないのかいと聞いたことがあったそうです。木津親子はそんな言葉は気にせず、桃香さんも嬉しそうにしていました。桃香さんは近所では昔の吉永小百合に似た美人と評判の娘さんで、親譲りなのでしょうか、秀樹さんの妻もかなりの美人だったそうです。そんな桃香さんは小さい頃は物静かで穏やかな女の子、弟と一緒によく父の和菓子屋で遊んでいました。学校は埼玉県にある中高一貫のミッションスクールに進学。2019年からは県立大学の看護福祉系学科に進んでいました。弟も私立の難関校に通っています。職人の父とそれを支える美しい妻、そして優秀な子供たち。気づけはまさに絵に描いたような東京下町の理想的な家庭でした。しかし、この2019年7月、そのイメージを覆すある事件が起きます。2019年7月6日午後4時半ごろ、秀樹さんの妻のもとに夫から電話が入りました。仕事が終わった。いつも通りの連絡です。妻は気にも留めませんでしたが、2時間後の午後6時半過ぎ、再び夫から電話が入ります。電話を取った妻は夫の言葉に耳を疑いました。手首を切って死ぬ。川に沈んで死ぬんだ。この言葉を聞いた桃香さんの弟が急いで110番通報を入れます。7月7日午前0時50分頃、捜査員が秀樹さんが電話をかけてきた木津屋の捜索に入りました。店内に秀樹さんの姿はありません。捜査員はおもむろに業務用の冷蔵庫を開けます。幅約140センチ、高さ約85センチ、奥行き約73センチの冷蔵庫。そこには思わぬものが入っていました。若い女性の遺体です。この女性は秀樹さんの娘さんである桃香さんでした。体育座りの状態で入れられ、息絶えていた彼女。一体何があったのでしょうか。店内を見渡してみると、一辺のメモ書きが見つかります。そこにはこう書かれていました。二人で死のうと思う。川に沈んで死ぬと家族にほのめかしていた秀樹さん。実は彼は午後7時頃、家に3回目の電話を入れています。そしてこう言いました。店で娘を切った。死にたい。その後、秀樹さんは行方不明になりました。娘を切ったとのことですが、桃香さんの体には目立った外傷はありませんでした。ただ、よく見てみると、首に圧迫された跡があります。
これは首を素手で絞められた時についたものだと推測されました。死因は窒息死が濃厚です。ということは秀樹さんが娘を切ったというのは嘘ということになります。なぜ彼は家族に嘘をつき桃香さんを殺害したのでしょうか。そもそも桃香さんはこの日お店に来る予定はありませんでした。前日6日はアルバイトが入っていたのです。彼女は朝バイトに行くと言って家を出ています。しかしそのバイト先によると午後1時半から入っていたシフトは無断欠勤していたそうです。警察はこの空白の5時間の間に父親とトラブルに発展したのではないかと考えました。ただそのトラブルとは一体何なのでしょうか。この日の夕方、秀樹さんと会ったという知人男性は、いつも目を合わせて喋るのにこの時は暗い顔をしていて目を合わせようとしなかったと語っています。体調が悪いのかと思った男性は秀樹さんに病院に行ったらと言いました。しかし彼は何も返さなかったそうです。この時にはすでに娘を手にかけていたのでしょうか。そして電話の内容が正しければ秀樹さんもまた命を絶とうとしています。このままでは事件の真相が闇に葬られてしまう。警察は事情を聞くために秀樹さんの行方を追いました。それと同時に近所の人への聞き込みも始めます。町の人は子煩悩なお父さんだったし家族間でトラブルがあったなんて聞いたことがない、娘さんにはバレエを習わせて大切に育てていた、本当にショックですと口にしました。その一方で秀樹さんについて疑問の声を上げる人も出ます。実直な職人で子煩悩な父親だった彼にどんな裏があったのでしょうか。理想の一家に見えたキズファミリーの意外な事実が次々と分かりました。キズ秀樹さんは10代の頃から都内の和菓子屋で修行を重ねてきました。当時勤めていたお店の2階に住みながら真面目に働いていたそうです。若い頃から腕は良く、お酒もほとんど飲まなければ賭け事とも無縁、寡黙な性格でまさに職人気質の人でした。これだけ見ればどこにも疑問を抱くような要素なんてありません。ある時修行をしていたお店の人に秀樹さんから連絡が入ります。出会い系サイトで知り合った女性と結婚した。秀樹さんが出会い系サイトを利用していたとは意外です。ただ現代なら十分あり得ることでしょう。その一方で彼の知り合いはこんなことを言っていました。一見真面目そうで口もうまいし外面もいいんだけど、いかんせん女癖が悪かった。秀樹さんは2005年に妻と結婚しました。ただこれは2回目の結婚でした。彼女が出会い系サイトで知り合った人かは分かりませんが、一つ確かなのは秀樹さんは最初に結婚した妻との間に子供がいたことです。この結婚は秀樹さんの浮気が原因で破綻しました。その浮気相手というのがよりによって彼のいとこでした。秀樹さんは離婚を拒みましたが、親族間で会議になる事態にまで発展、家庭裁判所で争うことになり、結局その裁判には負けました。これにより子供の親権は当時の妻のもとに、その後現在の妻と結婚したわけですが、桃香さんとその弟はその後にできた子供なのでしょうか。いえ、再婚が2005年で、桃香さんは2019年当時18歳、つまり彼の子供ではありません。桃香さんも弟も妻の連れ子です。事件の3日前にも手をつないで散歩していた桃香さんと秀樹さん、2人の間には血のつながりがなかったのです。こうなると手をつなぐという行為がなんだか異常な行為に感じられないでしょうか。本当に親と子のスキンシップだったのか、ただの親子以上の関係だった可能性があるのでは。それを示すエピソードがあります。桃香さんは小学校時代、学校にはあまり登校していませんでした。ある時学校で教科書を捨ててしまったことがあります。それに対し先生にいらないかと思ったと言ったそうです。ただの少し変わった少女という見方もできますが、この他にも当時左側の頬にあざができた状態で学校に来たことがあります。この時はぶつけたと話した桃香さん、
ただその後にまたあざを作ってきたことがあったそうです。このあざの原因について彼女はお父さんと喧嘩してできたと話したこともありました。桃香さんは中高一貫進学後も時々あざができた状態で登校しています。こういった点から警察は事件当日、秀樹さんが桃香さんに一線を越えた関係を迫ったのではないかとも考えました。それを断られた末での犯行ということでしょうか。桃香さんの携帯電話や財布などの所持品は見つからないため、詳しい背景はわかりません。それは秀樹さんだけが知っていることです。彼を捜索していた警察は、気づけから約30キロ離れた埼玉県埼玉市で彼のバイクを見つけます。この近くに本人がいるはずです。引き続き秀樹さんを捜索した警察、桃香さんの遺体発見から4時間後、ついに居場所を突き止めました。果たして彼は無事なのでしょうか。2019年7月7日午前4時45分頃、さいたま市岩槻区にある元荒川の河川敷で木津秀樹さんが見つかりました。間に合いませんでした。彼は木で首を吊っており、息絶えていました。被疑者死亡という最も望ましくない結末を迎えてしまいます。これでは娘の桃香さんがなぜ殺害されたのか、その真相がわかりません。秀樹さんはいとこと浮気をした男です。義理の親子の間でただならぬ関係があり、それが今回の事件の原因になったと考えることもできます。ただ一方でこんな事実も浮上しました。実はここ3、4年、木津屋は6時で閉店することが多くなっていたのです。その理由は、秀樹さんがピザ屋で配達のアルバイトをしていたから。桃香さんのバイト先というのもそのお店でした。そして木津家にはよく借金取りが来ていました。秀樹さんが彼らと言い争っている声もよく聞こえてきたそうです。桃香さんの遺体発見当時もお店にはシャッターが降りており、個人的な事情でしばらく休業しますと書かれていました。ここから考えると、秀樹さんの和菓子店は経営がうまくいっていなかった可能性が高いです。昨今、コンビニで手軽に和菓子が買えるようになったことから、和菓子屋はその煽りを受け、倒産が相次いでいます。菓子屋の近くにも大通りがあり、コンビニがたくさんありました。このお店もその影響を受けていたのでしょう。ということは、秀樹さんは経営不振によって精神的に参っていた。そして、いよいよ立ち行かなくなった彼は、仲が良かった娘と一緒にこの世から去ろうとした。そんな可能性も考えられます。結局、この事件の真相は今も明らかになっていません。借金に悩んだことが原因だったのか、父と血のつながっていない娘との間の愛憎が悲劇につながったのか、それともその両方か。被害者も被疑者もこの世を去った今、その真実を知っていそうな人間は残された家族のみです。ただ彼らが現在どこにいるのかは分かりません。木津屋の建物も取り壊され、今は駐車場になっています。下町の人々を笑顔にしてきた美味しい和菓子、常連客たちはもうあの味を二度と楽しむことはできません。安倍貞の事件が人々の記憶から風化してきたこの地域、今度はこの事件のことが語り継がれていくのでしょうか。